んにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのは山陽食品ビャンビャン麺風シーアン式旨辛麺になります。計画外の衝動買いです。買っちゃったからには楽しみたいと思います。よろしくお願いいたします。先生重大会降臨ということで、この幅広麺を味わってみたい。それではまずは一口いただきます。ほう、うん、ほうほう、もっちもちお、うん、うまい、うまい、うまい、うん。あと辛さと酸味もありますね。辛さと酸味。美味しいよ、これ。はい。ちょっと、すぐなくなっちゃいそうですけど、楽しませていただこうと思います。それでは、この商品を楽しむためのポイント、参りましょう。この、商品のポイントふぃふぃ。まずは、つるみと粘りのある超幅広麺に、香辛料の辛味を効かせた、コクのあるタレを合わせた、うま辛麺。はい。いろんな味がしますね。麺がもっちもちの上にいろんな味がします。美味しいです。コクもありますね。はい。次。見た目のインパクトとボリューム感がとても強い、食べ応えのある超幅広ノンフライ麺。これ美味しいです。美味しいです。シリーズ化してほしいぐらいです。はい。次。醤油の旨味に、花椒の爽やかな香りと痺れる辛味。うまい。うん。うまい。ちょっと、リピート考えちゃうかもしれない。はい。ということで、おしゃべりしながらいただきます。美味しい。美味しい。本物知らないんですけど、もうカップだけの商品と考えて超美味しいです。もう一回食べたいぐらいです。はい。麺がうまい。麺もうまいし、辛味と酸味と、あとごまが入ってんのかな、なんかコクを感じるんですよね。麺はもうほんともっちもちですよ。もっちもちです。美味しい、美味しい。うん、な、美味しいカップ麺食べると時々、ああこれ買ってよかったと思うんですけど、これも買ってよかったですわ。自分語りになっちゃうんですけど、これ購入計画に入ってなくて、今年の4月の中旬に JR の山手線が止まったんですよね。沿線火災で数時間止まったんです。僕その時たまたま山手線に乗って、原宿駅で足止めになっちゃった。で、原宿駅って特定の方向に行こうとしてる時に山手線が止まっちゃうと
極端に手段がなくなるんですよね。タクシー乗り場もないし、乗り継ぎがある地下鉄も方向決まってるしね。それで2時間ぐらいそこで原宿駅で足止め食らったんです。あの時雨も降ってたし外出れないし。それで JR ってニューデイズっていうコンビニがね、駅の構内にありますけれども、そこをプラプラちょっと行ったらあったんですよ、これが。それでいつもは購入計画にないカップ麺は買わないっていう強いメンタルを持ってるつもりなんですけど、負けました。負けて買いました。そしたらこんな美味しいじゃん。嬉しいです。この出会い嬉しいです。はい。うん。辛さは唐辛子方面と花椒方面と一緒ですね。麻辣両方入ってる辛さですね。美味しい。うん。辛味で言うと、辛さ苦手の方はやっぱちょっとしんどいと思います。喉が荒れるほどじゃないですけれども、唇はピリピリ、舌もピリピリくる感じくらいですね。で、食べた後もちょっと辛さの刺激が残るぐらいには強いんで、辛さ苦手な方はちょっと避けた方がいいかもしれないですね。はい。麺がね、このビャンビャン麺についてちょっとお話を。もともとは中国の清泉省中部の甘中と呼ばれる地域を中心に作られて食べられていたと。その発祥は非常に古いようなんですけれども、調べても正確な年代はごめんなさい、わかりませんでした。で、古くからこの陝西省っていうところは地形が盆地だったり気候が特殊だったりということで、そこにお住まいの方々は衣食住を含めていろんな行動様式が非常に独特だということで、他の地域の人たちとちょっと違うぜっていうことで、それが面白いねということで、陝西重大会みたいな、陝西省の10個の面白いことみたいな、そういうまとめられ方をしてて、その一つにこのビャンビャン麺が入ってるんですね。で、作り方は手延べで、だいたい長さが1メートルぐらい。で、幅が2、3センチメートルぐらい。で、長さは手延べに使う台の長さに制約を受けてるんで、手延べに使う作業台が長ければ長いほど長いビャンビャン麺ができるっていうような感じみたいなんですけど、ちなみに3センチの幅広の麺って、日本で昔ジス規格にあった麺類を切り出す切り刃っていうのの規格があって、今も廃止されちゃったんですけど、それの規格の考え方が 30mm の麺から何本切り出せるかっていうことで切り刃の大きさを管理してるんですけど、例えば3センチの麺から2本切り出せるんだったら切り刃2番、10本切り出せるんだったら切り刃10番っていうことになるんですね。で、だいたいラーメンとかだと20から24ぐらいかな、普通のラーメンの麺って。で、このビャンビャン麺だと、その切り刃1番の一番でっかい切り刃でやっと出せるぜみたいな、そんな太さの麺ですね。切り刃1番とか2番とかっていう麺は多分日本にないと思うんですけど。シーアン風。商品名にあるシーアン風っていうことなんですけれども、甘中っていう地方で作られてたビャンビャン麺なんですが、貧しい地方の方々はこれに調味料だけを加えて食べてた。で、都市部に行くと唐辛子を合わせたりネギを合わせたりして、食べてたということなんですけれども、それが美味しいということで、ね、他の地方に伝播していくんですけれども、その一つが同じ陝西省のシーアンなんですね。で、そのシーアンに伝播した時にシーアンなりの進化をしたのかっていうのはちょっと僕はわからないんですけれども、今回のこの商品はそのシーアン風っていうことなのかなと解釈をしております。商品名から。そういう細かいことは置いといて美味しいです。これ今日一日幸せな気分で入れるわ。はい。残りこれだけとなりましたので、一気にいただきます。うん、美味しかったわ。非常に申し上げにくいことなんですけども、いつでも買えると嬉しいです。山陽さんお願いします。ということで、大変美味しくいただきました。ごちそうさまでした。どうもありがとうございました。また食べたいです。
はい、リスペクトタイムです。今回は三洋食品ビャンビャン麺風シーアン式旨辛麺をいただきました。カップ麺リスペクト的にラップアップさせていただきますと、また食べたい（切実）という感じです。ありがとうございました。本当に美味しくいただきました。実食で全部言っちゃいました。大事なことをもう一回言うと、三洋食品さん、この商品いつでも何回でも食べたいです。レギュラー商品でお願いします。というわけで今回は三洋食品ビャンビャン麺風シーアン式旨辛麺をいただきました。今回もめっちゃ美味しいカップ麺を、めっちゃどうもありがとうございました。カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。